ベラルーシルーブルは、ベラルーシの通貨である。ルーブリと表記する場合もある。補助通貨はカペーカであり、1ルーブルイコール100カペーカ。ISO4217 の通貨コードは弁。ソビエト連邦から独立後しばらくの間は、ソビエト連邦ルーブルが通用していたが、ベラルーシ中央銀行が設立され、1992年5月、新たにベラルーシルーブルが発行が開始された。 ソレンルーブルとの交換比率は1ベラルーシルーブル、イコール10ソレンルーブルであった。その後インフレが急激に進行し、1996年には10万ルーブル紙幣、1998年には50万ルーブル紙幣、1999年には500万ルーブル紙幣が発行された。そのため2000年1月2000分の1の出のみを実施した。 しかしその後もインフレは続いており、2001年4月には1万ルーブル紙幣が発行、2002年には2万ルーブル、5万ルーブル紙幣、2005年7月には10万ルーブルが発行された。2016年7月1日には1万分の1のデノミが実施され、7種の紙幣と8種の硬貨が発行された。なお、1991年のベラルーシ独立以降、 これが、同国発の効果発行となった。2016年、ベラルーシルーブルの歴史の中で初めて、コインは、デノミネーションのために導入された。2016年6月以前のベラルーシは、世界でコインを発行したことがない数少ない国の、一つだった。しかし、独立以来問題となっているインフレによって、発行された。ありがとうございます。